皆さんこんにちは。ロックオンクリエイティブギャザリング2020へようこそ。セレボン営業担当の大垣です。最近リアルイベントの開催のハードルの高さからオンラインイベントとしてライブ配信する機会も増えてきましたよね。ただ実際に配信するとなるとどのような機材を選んだらいいかわからないという方も多いかと思います。特にこのイベントにご参加の皆様は音へのこだわりも強いかと思います。今回はそのような方にお勧めしたい手軽に配信できるデバイスをご紹介します。こちらが今回ご紹介するライブシェル X です。お手持ちのカメラ、マイクをつないだシンプルな構成で YouTube や Facebook などのライブ配信プラットフォームに最大3同時配信することができます。大きさは手のひらサイズで重さは約 480g と iPhone 3つ分くらいの重さになります。小型ですので持ち運びはもちろん屋内、屋外での配信に活用いただけます。またバッテリーを内蔵しておりまして、電源のないところでも約6時間の配信が可能です。ネットワークについてですが、有線 LAN、Wi-Fi、USB モデムを使ったモバイル回線に対応しており、屋外での配信にも困りません。ライブシェル X の操作についてですが、ライブシェル X はダッシュボードというウェブアプリを使って操作します。そこでは YouTube や Facebook などの配信先の設定や配信開始・停止などの基本操作を行います。本体からでも操作を行うことができ、配信開始・停止などの基本操作や配信解像度・フレームレートなどの調整を行っていただきます。音声入力についてなんですけれども、音声入力は HDMI、 そして 3.5mm のステレオラインインの2系統から行っていただきます。音声を合成する際のズレについてはダッシュボードや本体から調整いただけます。YouTube や Facebook に配信する際は、配信映像の確認を YouTube や Facebook のダッシュボードから行うと思いますが、そこではだいたい20秒から30秒くらいの遅延は生じてしまうかと思います。ライブシェル X には RTSP サーバーモードというモードが搭載されておりまして、そちらを使うことでローカルネットワークを経由した遅延の少ない映像を確認することができます。また録画機能を搭載しておりまして、マイクロ SD を入れていただくことでこちらに配信映像のバックアップを取っていただくことができます。はい、いかがだったでしょうか。このようにライブ配信に便利な機能が満載のライブシェル X なんですけれども、ロックオンクリエイティブギャザリング2020の開催期間中はロックオン渋谷、そしてロックオン梅田のショールームにて実機を展示しております。ぜひこの機会に実機を手に取って見ていただければと思います。ありがとうございました。